バイコヌール宇宙基地から打ち上げられたソユーズトママイナス5地図バイコヌール宇宙基地はカザフスタン共和国のチュラタムにあるロシアのロケット発射場である。現在、ロシア連邦宇宙局が管理している。1955年にソビエト連邦がチュラタムのシルダリア河畔に建設した。建設当初は ICBM の発射場として使われていたが、後に宇宙関連施設を含めて基地は拡張され、ロケットの発射場として使われ始めた。基地の周りには、職員の住居、学校などが作られた。ここは、旧ソ連時代からロシアのすべての有人宇宙船の打ち上げに使われている。チュラタムにあるのに、バイコヌール宇宙基地と名前が付けられているのは、 正確な場所の秘匿のためであった。本来のバイコヌールは、チュラダムの約3 2 0トル北東にある、バイコヌール車場、チュラダム車場とも呼ばれる。1955年の建設開始時には、作業員たちには、スポーツ競技用のスタジアムの建設だと伝えられており、秘密にされたまま建設が進められた。また、各国の要人のために、 宇宙基地視察を用意することも行われ、視察には、ヤシの木という暗号名が付けられていた。1966年6月のシャルルド、ゴール大統領を率いる代表団のために、ブレジネフ書記長自らが案内した。基地から 45km 離れたレニンスク市は、1日だけ、星の町に変貌した。このような対応は、1970年のフランスの、 ジョルジュ・ポンピル大統領の視察まで4回行われた。宇宙基地関係者のために、チュラタムに建設された都市は1966年に市に昇格し、レニンスクと命名され、1995年に市名をバイコヌールに改称した。宇宙基地の都市平均気温は摂氏13度。基地内にガガーリン博物館がある。赤道直下から真東に発射されたロケットは、 地球の自転遠心力を最も効率よく利用できるという理由から、車上の位置はできる限り低位度が好ましいとされる中、同基地は北45度36分という、やや高位度に位置する車上である。ソビエト連邦崩壊後は発車場を中心に、東西9 0トル南北8 5トルの楕円状の土地が、カザフスタンからロシアに1億1500万ベイドル、 相当の年間使用量で咀嚼されている。ロシアには自国領内に新たな宇宙基地を建設する計画があり、2018年にはアムール州のボストチヌ宇宙基地から有人宇宙船の打ち上げも行う予定で建設に着手しているが、完成後もバイコヌール宇宙基地は引き続き使用していく予定になっている。バイコヌール基地のリース契約は1999年から、 結ばれており、2004年1月には2050年まで使用期間を延長する契約を結んだ。年間1億1500万ドルのリース料以外にも、毎年5000万ドルのメンテナンス費も払っている。このため、リース契約の見直しなどの調整もたびたび行われている。当初は有害な推進薬による汚染問題もありカザフスタン側の態度が強硬であったが、ロシアが バイコヌール基地への依存を下げるために極東ロシアでボストチヌイ宇宙基地の建設を進めた結果今ではカザフスタン側がロシアに対してバイコヌール基地を高級的に使用してほしいと要望を出すようになったバイコヌール宇宙基地ありがとうございます